よし、じゃあとりあえず今は前回と同じでひたすらソフトを開発して社員をレベルアップするために研究データを貯めていこうっていう感じなんだけど、ちょっと今はお金をどんどん使っちゃってもいい時期なので、久しぶりに秘書庫にハリウッドに行ってもらおうか。いや、前から言ってたけど、そろそろ社員の入れ替えも必要でしょう。なかなかグランプリ取れないからね。行こう。これから飛行機に乗ってハリウッド中の協力を仰いで優秀な人材を探してきます。スケールのでかい求人だわ。世界のほかほか弁当だからね。結果をまとめたら連絡しますのでお待ちください。はい、とか言ってるけど秘書子そこにいるんだけどね。一歩も動こうとしないから、あれ影武者なのかな。じゃあ並行してソフトの開発も始めちゃうけど、もう次に作るゲームの内容決めてあるんですよ。あの前回あれ撮ったでしょ、将棋あった、将棋。あ、人気低いんだね将棋って。ちょっと囲碁業界の人にブチ切れられるかもしんないけど、イメージ的には人気逆だもんな。将棋の方が人気高そうだもんね。この世界ではそうなんだ。いや、将棋でさ、これボードゲームまだ一回も作ったことなかったからさ、まあこういう作ったことないジャンル埋めると同時に、ボードゲームと将棋なら結構相性いいんじゃないかなって思って、これで行ってみよう。で、方向性ポイントも増えてるね。手軽さ大事だと思うな。リアルさっていらないでしょ。何がリアルなんだって話だし。将棋で。いや、どうなんだろう、必要なのかな、リアルさ。まあ、作り込んであることと手軽に楽しめるっていうことは、将棋のゲームにおいてめちゃくちゃ大事なことだと思うんだよね。これでいこう。将棋でボードゲームの開発企画は、前回はジョビンだったのか。ちょっとミスター X にチャンスやるか。またなんか思ったほどいい仕事をしない印象あるんだけど、パラメータに比べて、パラメータの割にね。ちょうど将棋のためのいい案が浮かんでたんですよ。うちのクリエイターはみんなそう言うんだよ。みんなそう。おい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 、ちょっと、あぶねえ、今ヒヤッとしたわ。全然出さねえから最初。あぶねえ。あ、いいじゃんいいじゃん、 X いいじゃん、それだよ。実力見せてくれよもっと。まあまあまあ、なかなかの仕事でしょ、50いけば。あ、よっしゃ、とても良い組み合わせ。よかった、将棋手に入れて。いきなり面白さの掘り下げも始まる。頑張れよ。さあ、ハリウッドに行った秘書子はまだかな。連絡遅えな、あいつ遊んでんな。あ、来た。お前遊んでただろ。先日のハリウッド探すで募った入社希望者の結果が出ました。なんと6人の応募がありました。さあ誰にしようかな。うわ、すげえ、藤山不二雄。あ、でもこの人スーパーハッカーなんだ。スーパーハッカーってね、一番最後になれる職業だから、パラメータの補正値みたいなのがめちゃくちゃ高いんだよね。だから他の職業に転職させたら意外と見かけ倒しだったみたいなことがあったりするんだけど、杉本浩二とかもそうだけどね。うわ、すげえ。あ、こいつ本物だな。この人もスーパーハッカーだけど、300超えのパラメータ2つだもんな。あー、ちょっと俺前にこのゲームプレイした時のかすかな記憶で、こいつめっちゃ強かったっていうのちょっと覚えてんな。花雇うか。今のメンバーだったら花と藤を雇いたいよね、こん中だったら。確実に花雇用する。で、誰を解雇するかっつったら、まあエリコになっちゃうよね。ちょっと物足りないもんな、パラメーター。これでも海外旅行とか行かせてるからね、結構。じゃあな、今までありがとう。ちょうどやめようと思ってたんですよ、さようなら。ちょっとそれやめてくんない？結構悲しいからさ、こっちも。
こっちもクビにしたくてしてるわけじゃねえから、人数制限があるから。で、藤尾も雇いましょう。トランポリンピックにも出場しました。ちょっと何言ってるか分かんないですけど、はい。で、あと誰だろうな、次に解雇すんの。エビーちゃんか春尾くん。まあ、春尾くんの方がパラメータ的には劣ってるかな。そうだな、これは春尾くんだな。春尾くんパラメータの割になんか結構いい仕事してた印象が強いんだけど、主に音楽頼んでたけどね。いや、これはしょうがねえよ。うちは実力社会よ。春尾くん、ありがとう。いい仕事だったぜ。今までありがとうございました。とても楽しい職場でしたので、他の方々にもよろしくお伝えください。最高。あー、クビにしたくねえ。できることなら去り際に捨て台詞吐いてくやつと違うわ。ちょうどやめようと思ってた。お、ジャンル体感ゲーム増加。ほほう。で、あ、出たな、コージ。コージの挑戦。やってみろ。さすがに、こう、そう何度も失敗しないでしょ、コージも。散々失敗してきたけどね。あ、よかった。まあ、ちょっと失敗を望んでた部分もあるけどね。お、すげえ出すな。ありがとう。体感ゲームか。ダンスダンスレボリューションみたいなやつ、いわゆる。お、開発中のゲームが、まだ開発中なのにゲーム雑誌で大きく特集された。へえ、これ初めてのイベントだね。将棋なんですけど。そんな開発中に取り上げるようなジャンルではないでしょ。キャラクターデザイン。将棋のゲームにキャラクターデザインっていう概念があるのもちょっとよく分かんなかったりするけどね。じゃあコージ、頼むよ。新しい社員の教育とかもしないとね、またそういうのにも時間かかっちゃうな。お、調子いいんじゃない、コージ。コージ、コージやるじゃん。おい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 、ほんといい仕事すりゃいいと思ってんな。任された仕事を責任を持ってきっちりやればいいと思ってんな。もうそういうとこあんだよ、コージは。てか面白さやべえな。え、面白さの飛び抜け方やばいでしょ、これ。いよいよ持って、本当に面白きゃいいと思ってんじゃん、本当に。さあ、ゲームデックスの開催時期、当然出展しますよ。まあ、お金いっぱいあるし、豪華ゲストを呼んでみようか。前の年って確かゲストなしでおじさん棒出しさせてたんじゃなかったっけ。豪華ゲスト呼んだら来場者下がったらちょっと面白いんだけどな。さあ、フルメンバーで行きましたよ。オールスターで臨みましたけど、あ、でもさすがに人の伸び去年より全然いいな。って言ってもな、そんなめちゃくちゃ違うっていう感じでもないんだよな。77,000人。でもなんか毎年順調になんかね、人数更新してるよね、このゲームデックスは。まあ、会社の人気が単純に増えてるからっていうのが大きいのかな。これはもう広告も当然月面やっときましょう。すごいね、期待度と知名度両方80ってすごくない？広告打つと知名度は上がるけど、期待度ってあれだよね、さっきたまたまゲーム雑誌で取り上げるっていうイベントがあったからすごい伸びたんだよね。期待度の方はそんなに上がんないもんな、広告だけじゃ。ああ、いいイベント来たな。これ結構売れるかもしんないね。面白さがとんでもないから。じゃあ、父山、頼むぞ。
将棋の音楽得意だろ。いや、すげえ面白さ、これ300とかいきそうな勢いじゃん。なんか将棋のゲームの面白さってなんか全部同じだろみたいな感じしなくもないけど、あんまりやらない人間からするとね。実際どうかわかんないけど。おお、販売終了か。レーパワー、レーパワーすごいな。俺が法律だに次ぐ歴代2番目の売り上げだね。うん、いやでもこれは更新するかもしんないぞ。ちょうど夏休みだしね。年末ほどではないけど、いい時期に出せるんじゃないこれ。さあ、バグ取り作業、バグ取り作業中だし、ちょっと新しく入ってきた社員教育しようかな。もともと強いしな、なんかもうこいつフランソワーズ花。じゃあ、だってもうパワーのゲージがはみ出ちゃいそうになってるもんね。パラメータだけじゃなくて体力もすごいっていうのはめちゃくちゃ有望ですよ。じゃあパラメータをひたすら上げてみよう、ヘトヘトになるまで。よし、フランソワーズ花と藤山不二雄アニメ付けにしてやりましたよアニメ付けにしてヘトヘトにしてやりましたよ。とりあえず全てのパラメータがまんべんなく上がるアニメ付けにするっていうのが基本だね。パラメータ伸ばす目的だけだったら。で、アニメでパラメータがもう上がらなくなったら、次は国内旅行行かせて、国内旅行でも頭打ちになったら海外旅行に行かすっていうのを、なんか前にプレイした時もやってた気がするわ。そんな感じで育てていこう。よし、じゃあデバッグ頼んだよ。しかし300目前か、面白さ。これ他のパラメータも全部100は超えてるし、グランプリ狙いんじゃない、これ今年こそ。本当にグランプリ作品が将棋のゲームとは思わなかったけどいや、まだいけると決まったわけじゃないけどね。タイトルね。よしよし、これでいきましょう。佐藤しごろの鬼将棋いや、自分でつけといてあれだけど、結構好きだなこれ。加藤一二三の永遠のライバルと言われてる佐藤しごろ先生の監修のもと作られた将棋ゲームですよ。いけ佐藤しごろの鬼将棋。よし、9点10点きた。9点10点もう一個こ、よっしゃ、これ歴代最高得点じゃない。ピコゲーマガジンの点数も10点を2人がつけるってことなかったよね、今まで。よっしゃ、グランプリ取るぜ今年は。お、すごいすごいすごい、年末でもないのにこの売り上げは実際すごい。初週500万歩えげつね。1位、将棋のジャンルは人気ないはずなのにね。もうゲームの出来がいいから売れまくってるわ。あっという間に1000万本もいったし。あ、来たぞ、販売中の佐藤しごろの鬼将棋が佐藤しごろ九段監修の鬼将棋がテレビ番組で紹介されました。うん、順調だね。じゃあそろそろまた9月下旬になったし、開発始めて今から作れば年末に出せますよ。年末でめちゃくちゃ売れるゲーム作ってやりましょう。で、前言ってたよね、俺次の年末でこれ いけるんじゃねえかって。ゲーム会社、ゲーム会社、ゲームよ。で、まあシミュレーションのノウハウはもうすでにレベル5になって、
これ以上は上がらないけど。まあでもノウハウが高いってことはいいゲーム作りやすいってことだよね、多分。シミュレーションに強いホカホカ弁当、渾身のシミュレーションゲーム作りましょうか。このゲーム自体がゲーム会社ゲームなんだから、そりゃもう忖度確定ですよ、こんなの。で、今やってるこのゲーム発展国で考えた場合、作り込みと斬新さとマニアックさもそこそこあるかな。まあ、手軽さ、まあ発展国スマホでもできるゲームだからね、手軽さってのも強いわな。あれ、割とこのままでいいんじゃないか。可愛さもちょっとあるか、このゲーム。カイロくんいるしね。こんな感じかな。よし、ゲーム会社でシミュレーションの開発企画は、ここ一番を任せられるのはやっぱジョビンなのかな、結局。でもジョビン一回だけすげえだらしないことあったよな。なんか面白さ8ぐらいしか出さなかったやつ。さすがにあんなこともうないよな。頼むぞジョビン。結局ジョビンがうちのエースですよ。よしよしよし、今回はそこそこ乗ってる。よし、妙案が来たらでかいですよ。このままあたたた行ったら、あたたたは来ないか。ああ、いい仕事、さすがだなジョビン、任せられるな。与えられた仕事をきっちりこなせばいいと思ってんだから。あ、ちょっと待って、今相性のことなんて言ってたっけ。あー、ちょっと俺読み飛ばしちゃった。相性良かったのか、結局シミュレーションとゲーム会社。開発中のゲームのサウンドアップに挑戦したいのですが。やれ。うん、成功率 80% になるギリギリのとこまで研究データをくれてやろう、いつも通り。さすがだ。てかもう本当、なんだろうな、お金に余裕あるから意識的にお金使うようにしてるんだけど、それでもお金貯まってくもんね、あまりにも会社が調子良すぎて。やべえな、これ次にハードを開発するときまで社運かけるタイミング来ないんじゃないの。かけてえな社運。俺社運かけてえよ。とりあえず月面広告はやっといて。よし、頑張れよ。あ、はい、出ました。ちょっと待って待って、停電したまますっと話進めんじゃねえよ。停電しやがった、久しぶりに来たな。年末なのに、これから大事な年末なのに、ひでえことしやがる。じゃあちょっと新入社員の、新入中途社員の花、任せるよ。内容がゲーム会社とは、いやそりゃ食いつくでしょう当然。いやー、結構いいゲームのつもりだったのに、これ年末のために温めてたのに。いい仕事しやがるんだよこういう時に限って。いやでもすごいな、花はできるやつだわこいつ。はい、知ってます。停電が発生して開発中のゲームのポイントが減少しました。あーでもなんかまだ持ち直す。でもさっきまでサウンドとか100ぐらいなかったっけ。うわー、ちょっとこれ残念だな、これ残念だな。完全に平凡なゲーム、このままだと。もったいねえぜジョビン任せた。こんなもったいないことないよ。やりやがったこいつら、くそ。こんな一等地の大規模オフィスにしといて、もう停電とかさ。あ、なんか行列もいつもほどない気がする。
最近後ろの方まで行列あんのが当たり前の光景になってたもんね。ちょっと月面もう一回やっとくか、一応ね、一応知名度伸ばしとこう、もう一回で、あとデバッグだけか。パラメータこれで確定なのか。うわ、そうだそうだ、途中から見てなかったけど、おお、すげえ、しごろ、あ、いつの間にか更新してた売り上げ。俺が法律だわ。え、すごいな。ハードは同じだし、同じスーパー弁当箱だし、年末の一番いい時期に出せた。税率 300% を超えちゃったんだね、年末でもないのに。まあ8月もまあまあいい時期だけど、年末ほどじゃないもんな。いや、これすごいわ。グランプリの発表、いつだっけ、12月3週ぐらいだったかな。ちょっとそれまでは見よう、今回で。いや、ちょっともうがっかりになっちゃったよ、もうあのイベント出たらもう全部終わりだからな、全部ポシャるからな、どんだけ調子良くても。ゲーム開発ゲームですよね、ゲーム発展国みたいな。よし、これだ、ゲーム発見村ダブルクロスダブルプラスの部分をちょっと斜めにしたのがポイントですね。いや、あんま期待してないよ。8点、9点、9点、9点。まあまあ悪くはないんだけどね。違うんだ、今はもっと上目指さなきゃダメなんだよ。でも今12月か。時期はいいし、時期はいいし、それなりには売れるんだろうな。ああ、これでも500万本だもんね、招集。やっぱ年末って強いな。それだけに惜しいね。ゲームの出来が最高だったらもう、佐藤しごろ超えてただろうに。佐藤しごろ超えないかもしんないな、このままだと。で、来ましたよ、発展大賞。ちょっと今回は本気で可能性あると思ってるぞ。皆さんこんにちは。素敵な絵のゲームに贈られるデザイン賞。お、レーパーは、レーパーがデザイン賞いただきました。音楽賞はゲーム発見村ダブルクロス準グランプリは、え、おわー、マジか、早くも夢がついえた。あんなに面白いのに、おま、ほんとお前らやったか、ちゃんと佐藤しごろの鬼将棋こんなんじゃしごろ先生に足向けて寝れねえよ。多分今の言葉の使い方違うな違うわ、多分今の違ったわ。これクソゲーム賞か。ごめんごめん、今俺大賞のつもりで言ってたわ、この賞。グランプリは、あー、ガンプコンでしたか。そっかー、グランプリはまだかー。これはまだまだ教育が必要だな、この新しい社員たちの。こいつまだアニメ付けいけんな、花は。いや、花さんのポテンシャルすごいぞ。シナリオだけなら、お、スーパー、シナリオを書かせる能力だけならジョビンより上だもんな。あ、さっきのも花に書かせりゃよかったか。で、プログラムとシナリオが頭打ちになったら、今度は映画付けにする。で、グラフィックとサウンドも一旦限界まで伸ばして、で、上がらなくなったので、国内旅行。いや、抜群のポテンシャルだな、この人。やばい、ジョビン超えだわ。この人がいれば、来年こそは、グランプリ、取れるでしょう。まあでも今回、社員入れ替えやっといてよかったかもね。本当に精鋭の中の精鋭が揃った感ちょっとあるぞ。で、
不条も。おめえもアニメ好きだよ、この野郎は。アニメを見ろ。アニメ万能だな。どうでもいいけど、藤山不二雄ってすげえ漫画家みてえな名前してるくせにグラフィック任せらんねえんだな。デザイナー経験してないから。嘘だろ、グラフィック任せたいのに。キャラクターデザインちょっとな、転職もたくさんさせたいけど、まあとりあえず今国王あれだからね、ハードエンジニアにしようとしてるからね。前回どこまでやったっけ、研究所までやったよな。またなんか思いつくかもしんないから、ちょっと一通りの教育はプログラマーでいるうちに。内容湾港、湾港じゃないか、港湾、港湾、お新発見、そんなんシミュレーションゲームじゃないの。シミュレーション向きにしか見えないんだけど、どう使うのが正しいんだろう。 F1 はあ、あ、レースゲームっていうジャンルあるもんな。初期の頃はそんなにゲームの内容がなかったから、マラソンのレースゲームとか出したけど。魂のランナーかけるね。 F1 ならいいゲームできそうだな。よし、じゃあプログラマーでは一通りもう発掘したはずだから、転職の教科書で、次はサウンドクリエイターにしましょう。で、サウンドクリエイターとして、似合わねえギター、人類一似合わねえ。レベルを上げて、ハードエンジニアはもうすぐだな。で、サウンドクリエイターもレベル5にしたら、プロデューサーで、このプロデューサーがレベル5になったら、もういよいよハードエンジニアになれるっていう状態だね。これで2人目か。今作ったスーパー弁当箱よりもいい性能のハード作ろうと思ったら、ハードエンジニアが4人必要なんですよ。だ、国王とミスター X とさらにあと2人必要なので、結構遠い道のりだね。で、そっからさらにハードエンジニアが6人になったら、もう一番最高の性能のハードを作れるんだけど、それはほんと遠い未来になるだろうな。いやー、でも来た、ここまで来たぞ。ハードエンジニアにさせちゃおっか、国王も。でもグラフィックとかサウンド任せるっていうのもありなパラメータになってきたな。まあいっか。いやほら、ハードエンジニアにさせるとグラフィックとサウンドの能力は下がっちゃうからね。もうその分プログラムとかがめちゃくちゃ上がるんだけど。よし、ハードエンジニア国王爆誕。次は誰育てよっか。ハードエンジニアがあと2人いれば、より上のレベルのハードを作れるんだけど。あ、父山がなんかいけそうだな。下級職全部極めてんだな、何気に。ハードエンジニアに最も近い女だな。よし、あ、研究データねえわ。1しかねえ、よく見たら。すっからかになったわ。ちょっと今回も、ちょっとひたすらソフト開発しようみたいなこと最初に言ったけど、結局、ちょっと社員の育成とかに時間使っちゃったけどね。いや、でもこれも大事なことだから。本当に精鋭揃いになった今、次こそは、次こそはグランプリ取ろうぜ。もうそろそろ取れそうな気がするんだよな、停電さえ起きなければ。つうわけで、また次回頑張るのでよろしくお願いします。ありがとうございました。